人のいないこの神殿だが、アビスの痕跡が確かに残っている。セピュロス、風を操り空を飛ぶ。それは同時に神々の光による支配を意味する。何でもない、中に入ろう。アビスの気配が強くなってきた。もうそう遠くはない。アビスの使徒、どんなやつだろう。アビスの魔術師と同じ感じなのかな。先に進もう。あの怪物を見つけたら説明する必要もなくなる。諦めて、いや、みんなを守るからね。行け。眠るな。我が剣よ、影に従え。急がないと。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。諦めた。ゴバー、師匠の技を喰らいなさ。パーディクト、許さない。まっかっ、我が剣よ、影に従え。行こうよ。行こうよ。
よ、影に従え。じっ、はっ。やっ、まっ、はっ。アビスの魔術師だけか。どうやらアビスの使徒はもうここ。アビス、混乱であり破滅である。歪みに狂った混沌と世界を蝕む元凶。神の眷属であったトワリンでさえアビスの力による侵食の前では無力であった。アビスの怪物の目的はただ一つ、それは神々が支配する世界を覆すこと。ダインはアビスのことよく知ってるな。俺とアビスには切っても切れない縁がある。さあ、おしゃべりはここまでだ。放浪寮に向かおう。俺の調査では、あの老いぼれ狼の領土がアビス教団の現れたもう一つの場所だ。そこならアビスの使徒に会えるかもしれん。Yeah.